腹減ったんで飯食うか。今日は純連、これあのね、聞いた話なんですけど、スミレのなんか関係してた最初のお店なんかそういうことなんか聞いて、なんかスミレがなんか関係してたのかな。でこれをね、昔前はねスミレって呼んでらしいよ。スミレン、スミレ、なんか納得でしょう。これと、スミレのチャーシュー2枚入りをダブルでちょっと一度やりたかった。俺ね、人生でね、チャーシューのいっぱい入ったラーメンっていうのを食べたことないんですよ。俺がガキンチョの時、すぐ15で一人暮らし始めて、先輩たちとラーメンを食べに行くっていうことほとんどなかったんですよね。でそのままアメリカ行っちゃったから、俺がそのチャーシューでいっぱいになったラーメンを見たことあるのはテレビか YouTube でしかないんですよ。だから実際食べたことがないんで、これ4枚使いをして食べたいと思う。ちっちゃいやつでいくか。ちっちゃいやつでいくか。お腹がペコペコ。口つけよう。今日ね、なんかちょっと火に当たりすぎたの。当たりすぎたせいか、なんかちょっと頭痛が起きて、でまだまだいけると思ったんですけど、なんか途中でね、なんか、いやこれちょっと なんだやばいまではいかないけど、なんかこう帰った方がいいかな、帰った方がいいんじゃないか、帰った方がいいって、なんかこう自分にね、なんかこう自分のほら体ってわかるじゃないですか、自分が一番で。水分はあったんですけど、あ、ちょっと待って、あと何とこか、あと何か、水分あったんですけど、待って、チャーシューこれ冷たいっすよね。ということはこっちに入れて、ここでちょっと湯煎にしておきましょうか。でね、やばいと思って、なんかこのまま走ってるとなんか嫌な予感がするなと思って帰ってきた。ちょっと頭痛もあったし、もうほんのちょっとなんですけど頭痛があったのは、チャーシューが結構でかいもんね、これ1枚は。でかいやつでいくか、これでいこう。で、作れって書いてる。あ、ちょっと贅沢食いやっちゃう。ご飯と、贅沢食いやっちゃう。うなぎ国産
国産のうなぎ、ラーメンとうなぎいっちゃう。行きたい。あ、いや待てよ、いやそれだもん、行きたいところなんですが、やめとこう。なぜならば、ちょっとあのうなぎはうなぎで、ちょっとうなぎはうなぎでちょっと楽しみたいよね。スープすごいドポドポ。見るからにコクがありそうな。ちゃんとこうやってさ、別でこうで、これをドポ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 。うわ、すごいね、このスープ、これすすごい、なんかすごいね、これすごいぞ。で、ニンニクをプラスして入れましょう。小さじ1杯程の戦いが始まったね、ついに。そんな気がするわ。よし。で、で、ご飯。納豆も食べたいんですけど、なんか納豆とラーメンって一緒にしちゃいけなかったような気がするんですよ。なんかね、なんかそんな気がする。ちょっと一回調べよう。ちょっと今2個出てるんで食べなきゃいけないんですよ、俺的には。食べなきゃいけないんですけど、食べていいのかなと思って。良かったのかな。腹減った。やっぱりあの350円の弁当とそば。腹持ちいいね、あれだけ食うと。やっぱり全体的に味が濃い。でも味が濃い、いやまあ全体的に薄味ではないね。まあ普通かな、普通なんですけど、うまいね。うまいし安いで雰囲気がいい。もう言うことないよ。もう雰囲気が悪かったらいかないけど、雰囲気が良くて、まさにそこに俺の大好きなヤロメたちまでいる。ただ一匹いないんですよ、最近。一匹いない。ちょっと噂では、前ちょっとそういう噂がちょっと、まあ、噂つうか俺の話で、ね、せいさん、あの猫って子供いるような感じっていうのを聞いたんですよ。その子じゃないのかなと思って。ということは、子供ができて、あ、その人が猫に詳しいからね、それ見て、子猫いるよ、この子っていうのを聞いて、俺は全然知らなかった。俺そういうの分かんないから、あ、そうなんだって。そのことを思い出して、あの子、それを聞いた後だったんですよ。その、あの、猫がいなくなったのが。だから、あの子かなと思って。危ない。海苔が近くに。熱い。ちょっと待って、ご飯のおかず、まあ、ご飯のおかずはラーメンか。よし。やーべ、部屋の気温もまた上がってきた。じゃあ
その間にすぐにチャーシューを、すぐにチャーシューを、これハサミの場所が悪いんですよね。こっちかな。毎回毎回なんかこうなるんですよね。取りづらい。でもこっち置くとこないしな。かける、まあいいです。やばい沸騰しそう。あ、ちょっと待って、やばい。で、ご飯で、ご飯のおかずはあるんですけど、なんか白砂漠をかな。サッカーでもダメだよ、もったいない。なんか贅沢食いをしようとしてる自分がダメ。ちょっと今はこのチャーシューも乗ってるし、チャーシューもいっぱい乗るし、やっぱ白ご飯でね。それでは命に感謝、身体感謝してます。もうちょっと。野菜室が今空いてるから、ここにまた入れる。突っ込みましょう。書いてる。あ、長時間かかるやん。6分。この間にちょっとこれ片付け、6分です。疲れた今日、なんか大した運動してないのに。うん、まだしみんあるね。まだちょい硬い。
マとか入れちゃう？ごま。美容にごま。飲んじゃう。あんまやりすぎた。なんか何気にまだ硬いね。この間にちょっとごまでも。なんかすげえ疲れてた。何、多分熱中症の手前なのかもしんないわね。違うかな。なんか熱で、熱つうか、あ？水の中に糸くずみたいなのが入ってた。もういい加減経ったっしょ、6分。なんかもう10分ぐらいやってない。もう一緒。この止めをもう一緒。こいつはちょっと回しようかな。スープをまず最初に溶かしましょうね。で、麺を打ち込む。麺を打ち込んで、とスープを足して、で、麺を絡めて、で、ここで今日の主役、4枚のチャーシュー、チャーシューを混ぜて、こう。では、あ、ちょっとテーブルで食いたいな。ちょっともう伸びるからもうこのまま行きましょう。ちょっと贅沢食いですよ、かなり。なんだこのスープ、美味しいんですけど、普通のなんかスミレ、普通っていうかスミレとやっぱ違う。何が入ってんのこれ。ガーリックか。濃厚ですね。かなり美味しい。やっぱ味噌が一番うまい。
熱い。チャーシュー、あっつい。俺チャーシューまで1枚しか食ってない。今贅沢食いしました失礼外であれだけ汗を出すと汗を出すと塩分が取りたくなるね。このスープなかなかレベル高いね。これまだ3枚目ですよ4枚目まで4枚目やばい。
珍しいです、僕スープ全部飲む。なぜスープを全部飲んだかというと、ボトラってことは6ヶ月か、あと6ヶ月分か、あと4ヶ月ぐらいちょっとお出しを。俺の人生で絶対に外せないのは笑い。アスタキさんち。アスタキさんちはまだまだあるな。ゼリーいっちゃう。ゼリーいっちゃう。いっちゃおっかな。9月3日。あれ使って、あ、でもいいや、これかで。暑い。暑い。これ、すごいゼリーというか、フルーツというか。フルーツが95% ぐらい、この中身を、占領してますね。ゼリーは 5%。 一滴たりとも無駄にしない。いただきます。こういうのってさ、形がさ、すげえ可愛い。形がほら、ちょっとひし形っつうの。うん、よかった。こういうのは可愛いから、例えば、こういうのは。そうやねそうやねと出そうかなと思ったけど、ちょっと出せない。お皿ちょっと見せようと思ったけどやめた。重なりすぎて出せない。今日皆さん楽しい一日、安全な一日、一分一秒大切に、残り限られた人生を地球のために使ってください。今ね、世界中はぐっちゃぐちゃ、まあ前からぐっちゃぐちゃでクソみたいな世界中なんですけど、いやー腐ってるね。まあ分かりきってることがどんどん起きてるとしか、まあ笑うことしかできないね。人間って愚かです。ごちそうさまでした。見てこの汗やばくない？